はい、エビちゃん、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで、今回はトラオレを使ってみたいと思います。スカットもね、もう一気に変えました。リーガスカットですね。アザールだったり、コロナだったり、あとはトラオレ、ペドリっていう、まあ、この辺使いたかったんで、今回はこのあたりを使ってみたいと思っています。で、トラオレなんですけど、能力見ていきましょう。196じゃねえわ。それは身長じゃなくて誕生日。身長が178で、役割意識が灰色。利き足が右足で、スキルムーブが4、逆足が5です。ここがね、5-4だったらね、もっとね、価値高かったんだけど、まあ仕方なく4-5ということで、今回は逆足5ということでね、悲しいな、マジで。で、今回はフィニッシャーで使ってます。能力見ていきます。ペースが99。多分かなり速い。もう本当に、めちゃくちゃ速いっていうのを期待してます。シュートが、94。なんかトラオレらしくないよね。ここ85ぐらいなのが、やっぱトラオレっぽいんだけど、このトラオレ本当に壊れちゃってるから、もう94ということで、めちゃくちゃ強そう、マジで。シュートも普通に入っちゃいそう。で、あとは、パスが91で、ここもおかしい。こんな上手いわけないのに、こんだけパスの数値が高いです。で、ドリブルが95です。アジバラが94の96のドリブル98なんですけど、まあ、今回はフィニッシャーで使ってるので、もう全部カウンストです。リアクションとコントロールと冷静さがね、若干低いのが気になるんですけど、まあ、気にせずね、使っていこうと思います。で、フィジカルが93で、まあ本当に99だね。ジャンプ89、スタミナ92。で、まあパワーが99、積極性が80ということで、まあ、フィニッシャーじゃなくてもね、マークスマンとかでリアクションとかコントロールとか上げたりしたいんですけど、今回はちょっとね、ボレー値の低さ気になったんで、フィニッシャーで使ってます。一応ね、コメは今回4321でやろうと思ってます。アンカーにビエラ、で、シャドウというか、右のインサイドハーフにコロナと、ペドリ。で、前線3人が右にトラオレ、真ん中にカラスコ、左にアザールの予定でやってみようと思います。ちょっとめちゃくちゃね、スカッと変わってね、ちょっとかなり楽しみなんで、早速やっていこうと思います。あ、あとトラオレはボディタイプ固有なんで、どんな感じかちょっと期待しましょう。まあ結構デブい感じだね。じゃあ早速ね、やっていきましょう。はい、ってことでね、早速やっていきたいと思います。いや、マジでトラオレ楽しみだね。どんな感じの動きしてくれるのか、楽しみっすね、マジで。あのね、4321で使った理由としてはね、やっぱね、5バックじゃねえわ。あのね、逆足5の選手ね、2トップだと結構難しい。2トップだと、そのやっぱ、なんだろう、2人でなんとかするみたいな感じのフォメになってくるから、スキムが5じゃないと厳しいなと思ってて、やっぱこういうね、この縦に行く感じ。いや、いいね。この感じ大好き。もう俺これ使い慣れてるからさ、めちゃくちゃ楽しみ。いや、マジで。まあ、ちょっとやっぱ、重さっていうか、なんだろうな。やっぱ、なんだろうな。途中から出したくなるね。この選手はマジで。まあまあまあ、気にせずやっていきたいと思うんですけど、ナイス。こういうね、なんか、フラスルとかをどんどん蹴っていきたいんだよね。ほら、俺に。それが今回の目的でもある。いや、久々の4321だから、うまくできるか心配なんだけど、気にせずやっていきたいと思います。あ、やばい。ナイス、右倒。右倒とか使えるのがマジでいいね。アダマ走らせて、シャスちゃん、ほら、ほら、置いて。足元浮いてって、そして、一回頭走らせて、いいんだな。どうしようかな。一回戻して、戻したい。で、頭。いいね、いい加速よ。いや、いい加速してるわ。いいね、頭。この俺、マジでいいよな。なんか、トラオレって、なんか、ほんと、逆毛に必要な能力がすげえあるみたいな。それ、うまいな。危ねえ、ラッキー。それめっちゃうまかったわ。今、ディレクショナルなんで、多分。バッペ内側に走らせたと思うんだけど、これうまいわ。びっくりした。これで、あ、やばい。裏やばいな。ちょっと久々の4321守備すぎて、結構慣れてないな。ほら、俺、対して、いいね、パスうまい。フラスル。いけるんちゃう？ほら、俺、いや、惜しい。こういうのをね、どんどんしていきたいね。兄ちゃんね、結構こぜるフォームだからね、どんどんね、早く攻めるのもいけるし、基本的にはこぜるっていう意識でやっていきたいと思います。アザール多分めっちゃ軽いよな。いっちゃ、ほんだ。アザールなんかね、知り合いの人が使ってて、マジで使いやすいっていうの聞いてるんで、まあ、これは使いやすいだろうなって、能力値だからね、ちょっとギアル頼むよ、それは。頼むよ。
責められてるな。大丈夫大丈夫、なせる必要はない、なせなせ、大丈夫大丈夫、 OK。ほら俺、行け、 OKOKOK、 来た来た来た、行かそう、いや惜しい、いや OK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 、 まあまあこういうのの繰り返しだからね。単純になんか今あれだわ、トラオレを楽しむだけに使ってるわ。レビューっていうよりももうトラオレでガツガツ行きたいみたいな感じで試合してるわ。めちゃくちゃめっちゃ楽しいわ。きついなこれ、ケキプケキプ、トラオレ出して戻して、トラオレ出して縦、いけ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 、もうゴリ押すだけ、ゴリ押すだけ、あらっきすぎる、ごめんなさいシュートのミス。いや、いいね、あの、あれだよね、あの速さよね、トラオレは。楽しい、マジでトラオレ。最高すぎる、マジで、この選手。ゴリゴリいくよ、トラオレで。いけ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 。あ、もういけいけいけ。いけいけ、もうこれもいけるはず。もうトラオレならいける。絶対いける。いや、やべ、打ちゃよかったな。まあ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 。無理だ。お、すいませんなあ、アイサーバー。いいね、なんかトラオレのゴリゴリ感がみんなに伝染してってる感じするわ。動きやすいな。さすがにそれは無理だな。今ストライクで縦行こうとしたんだけど、ストライク入れたせいで変な動きになっちゃった。いいね、いい感じで2も20やん。トラとか全然ずっとさあ、イカレだ、ずっとさ あのあれやっててさ、なんだっけ、あれ、イーフトやってたからさ、ちょっとオフトラとかちょっと忘れちゃってるわ。本当にもめ、いや、軽い、マジで。めちゃくちゃ軽いわ。で、いけ。オッケーオッケーオッケー。それでいい、それでいい。ほら、俺、もう突っ込むだけ。迷うな。もうゴリゴリ、いけ、いけいけいけ。いいね、いいね、いいね。ね、マジでパワーあるからね、ああいうとこゴリゴリいけちゃうんだよね。純粋に最初からパワーが高いから、本当に全然ゴリゴリいけちゃいそう。いけ、はい、ぶっ倒して、いやー惜しい、いやー楽しい、マジで楽しい、下ポイポイ、ナイス、よし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 、ほら俺いけいけ、マジでそのスローインの仕方さ、知ってた？俺、マジやり方知らない、それ。実はなんだけど、あのやり方知らないっていうね。もう、FIFA やんなって感じなんだけど。あと、キャンセル入れて、先に走らせて、ほら、俺、無理だな。ほら、走れ。斜め使って、いや、惜しい。ほら、俺の、あ、奥さん忘れた。OKOKOK。いいな、楽しいな、マジで速くてね、もうゴリッゴリいける、マジで使ってて、ね、ゴリッゴリ感がすごいもん。このね、体型がいいよね、ほら俺は、このこういうの本当にでかい、178とは思えない、なんか身長の感じ、全然オフトライ入れてない、やばい、ナイス、ほら俺走らせて、あ、オッケー、ナイスやはん。なんかラッキーゴールではあったけど、ほら俺のあの内側にガッツリいく感じが見せれた前半だったんじゃないかなと思います。いや、いいね、このままね、後半もトラオレ劇場見せていきたいと思います。やばいな、マジで楽しすぎる。なになになに、それは遊びすぎでしょ。真ん中見てね、ナイス、あーマジか、次見てた、ボランチ、これはやばい、まあまあまだ大丈夫でしょう、これはやばい、オーマイガー、バッピー、かっこよすぎる、いかれちゃったわ。ちょっと昨日ね、動画出した時にさ、まさかの引き分けだと思ってたら負けるっていう、めちゃくちゃ恥ずかしい失態を犯したから、今日はしっかり勝ちたいところですね。いや無理か、緑出せばワンチャンあったな、緑出したかったな、今の。いいな、めっちゃ、いや、アザール軽いな、あれでしょ、え、ファールない、
ナイス。いやゴリレ、いやくそ、ストレートの感じもいいね。ビエラ、さすがビエラ、体がでかいわビエラは。頭のヘッド、いいねいいね、ヘディングもできちゃうんかこいつ。走らせるわひたすら、いけ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 、いや惜しい、いいねマジ楽しいドリブルはめっちゃしやすいっすね普通に。なんかなんだろうな、使い慣れてるのもあるんだけど本当に使いやすい。パスもねいい感じで見せていきたいけども、こんなんトラオレで全部トラオレでなんとかしちゃいたい感すごいからやばいなマジで。血が怖いな。ナイス、手をトラオレ走らせて、今度足持ってこう、パラス走らせて手戻してサイド、あいい感じ、トラオレに選手ロック入れたいな。あーマジか、惜しい。あーやばい、センターバック入れちゃった、気をつけて気をつけて。カラスコ、ナイスカラスコ、トラオレ三角形意識を出して回ってパラスコ意識させて、いや無理だなこれ、うわ軽っ、ちっちゃ、マジテカティと軽っ、今週入んじゃね、さすがに入んないか。いいねいいねいいね、惜しい惜しい。トラオレ結構疲れちゃってるね。まあそれだけ、あれだけ走らせたらねそれは疲れるけど、まあ、全然変わらずね使っていこうと思います。アラスコとバッペ変えようかな。これでいきまーす。よし、お願いします。トラオレ行こうぜ、トラオレ。ガンガン行こうぜ。勝て勝て勝て。ほら。よし。上来る。いや、早いなー。ナイス、マルキ。斜め、あ、無理だ。それはさすがに読まれてた。ナイス、ベリンガム。トラオレ走らせーの下使いと見せかけで普通に出すと、トラオレ、いや惜しい、緑出せば、これ戻してね、ベリンガー、まあもう緑出すのね慣れてるんで、今のコーナーはね一回動画出してるんで、ぜひ参考にしてもらえればよろしいかと思います。裏、あーなんだ、おっか、どんまいどんまい、めっちゃいいわ。あとトラオレがね、あともう1点でハットトリックだから決めたいとこではある。すみません、あ、やばい、ミリタオ行け、ミリタオ行っちゃえ、ミリタオ頑張れ、行け行け、ミリタオタックしまくれ、ミリタオ行け、ミリタオ行け、めっちゃミリタオ頑張ってる、ミリタオ行け、ミリタオ行け、はいミリタオ、トラオレ走らせーの小出しの、これおい、トライ、うわくー悔しい、ハットトリックっつったけど、まだ2点だ。まだ1点しか取ってない気がする。思ったけど。いや、惜しいなぁ。ほら、俺、こっちにストレート。ナイス。逆足はどうなんかどうなんか。よし。はじいたはじいた。ほら、俺使いたいね、これも。ほら、俺どこだ、わかりやすい。痛い痛い、下にいる、下にいる。あ、ちょっと前行き過ぎだよ、トラオレ。トラオレ。トラオレどこだ？わかりやすすぎる、トラオレ。縦のストレートね。似合う上トラオレ。いや、似合う上トラオレ。失敗か。いや、いい。なんかもうキーパー吹っ飛ばしそうだもんな、トラオレ。めっちゃおもろいわ。やばいやばいわ、これ。これぐらいだけ見て。ナイス。見たの強え、マジで。いや、そこじゃない。もう前線に出したんだけど。ずれちゃった、ね、下見ながらビエラ下げて、裏やばい、あ、やばい、タップ入れた、ナイス、テオでけえ、テオが一番、ナンバーワン、マジで。トラオレ、トラオレ走って斜め、斜めトラオレ、来た、いやーやっぱ冷静さが低い、いやクソまあけど今のは普通にかわせばね1点だったね、俺のミスだわ。もう1回トラオレ勝て、うわマジ、ほら、俺、いやー、決めらんないな、やっぱり。ちょっとシュートは下手なんやな。冷静さがね、ちょっと低い分、ここは出ちゃってますね。ほら、俺使いた
いや惜しい、まだある。いや悔しい。え、ミルド、ミルド、裏やばいけど立て、積極的にね前から取っていこう。 OK。 うわーずるいずるいずるい、真ん中めっちゃ空いてる、あぶね、取りたい取りたい。 OK、 これは俺のダイレフラスきたー。あ、やらかした、やらかした、マジでやらかした。パスもでも普通にうまいね。1分か、まだある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 。いや終わりかけど GG でした。いやめっちゃ良かったねトラオレ、なんかもう本当に重戦車のように縦いけるし、縦警戒したら今週も打てるし、今週は入んなかったけど今週もね、多分普通にうまいと思うんで、ぜひね皆さんもね参考にしていただければなと思います。それぐらいねトラオレはもうこう縦にいける、縦にいけるっていう感じで使ってて楽しいんで、ぜひ皆さんも、なんか同じこと言ってるねペドリとかとね合わせるのが一番ねいいと思うんで、アフェケミなんで、ぜひね使ってみ、ぜひ使っていただければいいかなと思います。ということで今回は以上になります。よければねチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。